吉田さん、朝のすすごく感じますね。私はね2時とか3時に起きてさらに朝というよりも深夜からあの1日を楽しませてもらってるんですけどもいろいろやってあ終わったなじゃあライブ放送そろそろ始めようかなみたいなこの5時とかね5時半になってきた時にはもう1日だいたい終わってるんですよで私のライフスタイルだと5時から6時ぐらいまでライブ放送してね それかかから朝食しししたたりりとと家事をしたりとかして大体7時から8時の間に、まあ、大和ト君が起きてきてって感じなんで大和ト君と一緒にね過ごして午前中が終わるみたいな感じですよねでお昼ご飯食べて午後になってくると大体ね、あのー、3時ぐらいには一日が終わるんですよまたある意味のライフスタイルとしての一日が終わるんですよで5時ぐらいには夕食食べて6時には風呂入って7時にはもう寝床入ってるんですよね そう考えてるとあの1日すす。ごく楽しまませててもらってるなといいう,うに思いますで以前はね7時に夕食とか考えられなかったし12時にぴたりとランチってのもありえなかったと思うんですよ。ランチってのは抜くことっていうのがね基本でしたし何かのついでに、えー、お腹に何かものを詰め込むみたいな感じでそれこそ何を食べたかどんな味だったかっていうのはそんなに意識にのらなかったんですけどね。 特にマージャン店の方を経営している時っていうのはお昼ご飯三3時とか4時とか5時とかにとってで6時7時ぐらいからあと半分って感じでしたからね大体 <laughs> いい11時ぐらいから営業スタートして深夜24時に終わるわけですから夕方6時っていうのはまだ折り返しなわけなんですよでそんな感じであのライフスタイルっていうのが社会にものすごくね左右されていたかなと思いますけど今は自分で作った軸に 合わせて行けばよくって、その合間に仕事を散りばめておくことができる。いわゆる、お金を作る活動っていうのは、自分のライフスタイルの、いろんなところに、まあ、ままき散らすことができるんでね。で、今、あの、翔太の寿司っていう寿司職人としてね、頑張る。あの、翔太くんっていうね、北海道出身で、東京に修業に来ている。少年の物語を見てるんですよ。これね。もともとは少年マガジンで、あの、連載があって。 で、えー、ドラマにもなって全13話でで漫画にもねアニメーションにもなってるんですよねで私が小学生とか中学生の頃っていうのはこういうふうに寿司職人になるために、うん、なんか修行にどっかのね寿司屋さんの下っ端から働き始めるみたいなのは当たり前だったんですよで昨日私は寿司郎に行ってきてね食べたんですけど美味しいわけなんですよネタも新鮮だしね文句のつきようがないんですよで何なのかなと思うんですよね こういうふうに、あの、先月採用されたパートのおばちゃんが握った寿司も美味しいし、夏休みでバイトの一環として来ている高校生が握った寿司も美味しいし、じゃあその道ね、10年、20年の寿司職人が握る寿司も美味しいし、どっちも同じなんですよね。確かに寿司職人が長年のね、経験と知識に裏打ちされた、その魚をね、独特のセンスで握るもの、確かに美味しいでしょう。 でも果たしてその美味しさと寿司ローで食べた寿司の美味しさ私たち消費者に見分けがつくかなってことなんですよ。で寿司ってのは一部のねマニアックな専門家のものではなくって日本人の一般的な食生活だとすれば一部の人にしか分からないような味のセンスっていうのは果たしてね寿司なんだろうかとか思っちゃうわけですよ。こ,こで何が言いたいかっていうとあの実は教育っていうのは今までね隠されてきたんですよ。 それは教育の頂点にいるものとか一定の権利を持っている人間がその自分の技術にありがたみを持たせるためなんですよねでも蓋を開けてみたら寿司なんてのはね、あのー、シャリを専門の業者が握ってそれを納品してもらって上にネタをポドンと落とすだけとそうしたら適当な醤油つけてもうまいわけですよで中にはねわさびにこだわりがとかねいやいや醤油にこだわりがあるんだよとかねで器とかも大事なんだよっていう人がいるかもしれませんけども そそんななのの日々食食えないでしょその食生活どこの上流階級なんだって話じゃないですか,だから一般大衆が食べるものとして食事の一環としてお寿司を食べるのが、まあ、あの本来だとしたらね今の食文化で良かったのかなと思うんですよでその寿司職人になるための厳しい修行のドラマを見ながらね実際私たちが食べてるのはそんな修行なんてしたことがない人がね 来月にはもうねもうやめてしまうかもしれないのは人が握った寿司をありがたかって食べてるというのは現実なんですよ確かに私も寿司の専門店とかね江戸前寿司とかってのもありますんで行ったりもするんですよお任せでなんかねコース7000とか1万円とか1万5000円みたいなの高いんですよ高いし頑固そうなおじさんみたいなのがねこう大将取れ一丁みたいな感じで「へ、はいよー」って握ってくれたらありがたみがあるんですよでも、じゃあ寿司食べてね と,とてつもなく美味しいからって言ったら別に同じですからねなんか時代は変わったなと思いますよプラスもう一個時代が変わったことまあスポーツにちょっと造形がある吉谷さんならちょっとわかるかもしれませんけども広島で甲子園の予選がありましたで広陵高校というベテラン強豪校がね予選で敗退してるんですよしかも決勝戦でも何でもないですよ3回戦ぐらいで敗退してるんですよあっさりとでどこがそこを下したかっていうと県下一番の進学校英数学館です ここは別にスポーツが強いわけでも何でもなくってあの海外留学と英語に対しての教育で、まあ、有名なところなんですよでここのねおまけでついてるようなねって言ったら悪いですけども私から見るとおまけでついてるような野球部が野球しか脳のないってっこれも変な言い方ですけども野球でしか私たちは知らない広陵高校あっさり下してるわけなんですよ2対1でそれを考えていくとね時代が変わったなとどう時代が変わったかっていうと強豪の広陵高校でも その選手を育てるために昔みたいにスパルタとかね朝練習とかっていうのはなかなかやりにくい時代に入ったんだろうなと思うんですよ特にこの2年3年ってはあの感染症のことでね部活っていうのはかなり制限されてきて強豪校といえどもハードな練習っていうのはできなかったんじゃないかなと思うんですよ。つまりはあの10代の頃に2年間とか3年間熱心に練習してねやりすぎなくらいやるところでは強豪になれるけども練習量を同じにしたら。 本当にどっちが勝つか分かんないような拮抗するレベルにあっという間になっちゃうってことの一つのあられなのかなと思うんですよね。そう考えていくときにねビジネスでも FX や投資でも熱心にやる人とかね寸貨惜しんでやる人とあとはなんとなくやる人とでは大きな差ができるんだろうなとだからビジネス市場も同じ土俵に乗ってるのに勝者敗者ってのが完全に分かれるんじゃないかなと思うんですよやっぱ吉谷さんもそうですし後ろ盾がなくなるとね本当に強くなると思いますもしくは淘汰されてあっという間にいなくなる。 だからビジネスで生き残ってる人ってみんな競合揃いだと思うんですよ。それは嘘をかかりなくね、毎月100万稼ぐ人って本当にすごい力を持ってると思いますよ。いや、50万でもすごいと思います。毎月毎月50万100万を自分の生活のために稼ぎきる人ってのはまさにビジネスのプロですよ。そんなね、1000万とか何億とかね、世界中を飛び回ってパソコン一台で何億円っていうのがプロじゃないです。ああいうのは単なるスタイルであって、本当に実力がある人間ってのは別にね、表に出なくても、 派手なプロモーションで有名になんなくてもきっちりとちゃんと自分の売り上げ利益を積んで,で来月になったらまた新しい商品をプロデュースしてみたいなことを当たり前のように淡々と繰り返してるんでしょうねきっとねそれこそねブームでやってるわけじゃないですから10年後も20年後もこれで食っていかなくちゃいけないですからねなんか一過性のものではなくてまさにあの安定した力が必要なんでしょうね えということでちょっといろいろと話しましたけども今回はねあのー、寿司職人のこと吹きでいきましょうかねよろしゃい。